イグナーツモシェレス、イグナーツモシェレス、イグナーツモスキールズ、1794年5月23日から1870年3月10日は、チェコ出身の作曲家及びピアニスト。モシェレスの生涯に関しては、彼の死後に、妻のシャルロッテによって、編纂、出版された本人の日記からお伺い知ることができる。そこには、彼の生きた時代と、音楽的土壌に関する、 生き生きとした記述が見られるが、この日記は絶版となって久しい。もう一つの重要な文献は、モシエレスとフェリックス・メンデルス・ゾーンの間で交わされた書簡であり、リーズ大学のブラザートンコレクションに保管されていたものが1888年になって、イグナーツの息子でメンデルス・ゾーンの名付け子であるフェリックス・モシエスによって出版されている。プラハで裕福な ユダヤ系の商人の息子として生まれた。もともとの名前はイサークであった。家庭ではドイツ語を使用していた。父親はギターの演奏ができ、息子の誰かを音楽家に育て上げたいと熱望していた。そこで父親は最初にイグナーツの姉妹にその希望を託そうとしたが、彼女がレッスンを嫌がったためイグナーツが代わりにピアノを習うことになった。イグナーツがすぐさま ルートビヒバンベートーベンの革新的なピアノ音楽への情熱に目覚めてしまっため、プラハ音楽院で彼の指導に携わっていたモーツァルト派のベドルジフディビシュ、ベベルは彼を押しとどめて、ヨハンゼバスティアン・バッハや、ボルフガング・アマデウスも終わると、ムーツエオ・クレメンティに集中させるようにした。彼は14歳で、自作の競争曲の講演を行っている。父親を早くに亡くした後、 モシエレスは1808年にウィーンに移り住んだが、その時すでに彼の音楽的才能は、ヨハンゲオルク・アルブレヒツベルガーに、大移法をアントニオ・サリエリに作曲を習うに値するものであった。この頃、彼はイサークからイグナーツに改名している。彼は1814年から1815年にかけ、ウィーンにおいて、権威役となるビルト王であった。この頃に書かれたのが、 技巧曲であるピアノとオーケストラのためのアレクサンダー編奏曲作品32であり、後に彼はこの曲をヨーロッパ中で演奏して回っている。ウィーンにおいて彼はジャコモ・マイア・ベーヤと進行を結び、この時はまだ作曲家としてではなく、ピアノのビルト・オーザとしてであった、二人の即興による共演は大絶賛を浴びた。また、モシェレスは、 ヨハン・ネポムク・フンメルやフリードリヒ・カルクブレンナーとも親しかった。1820年代のビルト・王像の中でもフンメル、カルクブレンナー、ヨハン・バプティスト・クラーマー、アンリエルツ、そしてカール・マリア・フォン・ウェーバーはモシェレスの最も有名なライバルだった。ウィーン時代にモシェレスは憧れの存在であったベートーベンに会うことができた。若いモシェレスの才能に痛く感激したベートーベンは アーテリアから出版されることになっていた自作オペラ、フィデリオのピアノフに関して、モシェレスに一任することにした。モシェレスはこの曲の奏功の最後に、ファイン・エムアイ・ティー・ゴー・タス・ヒューフ、神の助けを得て終わるという文句を書き足した。これは、ベートーベンの預かり知らぬものであったが、彼は、モシェレスの改変を評価し、さらに、オーメンシュ、ヒール・フ・ディア・ゼルバ、おうひと 何時自身を助けよと付け加えた。モシエレスとベートーベンとの間の良好な関係は、ベートーベンの死に至るまで互いにとって重要なものであった。モシエレスは1814年から1815年のウィーンにおいてユダヤの教えを実践していた。妻、シャルロッテが記したところによると、彼はウィーン在住中もユダヤ集会の会員であり、 ウィーンのユダヤ人社会のために平和を祝うオラトリオを作曲した。ユダヤに羊を持つ多くの他の音楽家同様、彼は生涯を通じてユダヤ人の音楽家、例えばメンデルスゾーン、アントン・ルビンシュタイン、ヨーゼフ・ヨアヒム、フェルディナント・ヒラーなどがいるサークルに顔を出し、ユダヤ人のパトロン、ウィーンのエスケレス家、パリのレオケ、イングランドのロスチャイルド家などと懇意にした。 彼は1825年にフランクフルトアムマインのシナゴーグでユダヤ人の銀行家の娘でハインリヒハイネのいとこにあたシャルロッテ・エムデンと結婚した。モシェレスはピアニスト、そして作曲家として精力的にヨーロッパを回っていたが、ついに1825年から1846年にかけてロンドンに定住することを選び、そこで1832年に フィルハーモニー協会の共同監督となった。イングランドへの移住後、キリスト教会の一員となることが少なくとも、実務面で便利であると知ったため、生まれた子供たちには、出生時に洗礼を受けさせ、自らと、妻、シャルロッテも1832年に洗礼を受けた。ただしその後も決して自らのユダヤの出自を、否定することはなく、またユダヤ教への忠誠を保ち続けていた。 プラハの親戚たちに家族を伴って頻繁に会いに行っていた。ウィーンでの在住期間の後、モシェレスは一連のヨーロッパ演奏旅行を行った。これはカールスバートでの演奏を聴いたロベルト・シューマンがビルト・オーゾ・ピアニストへの道を断念したこのセンセーションを巻き起こした。その過程でモシェレスはロンドンにおいて特に温かい歓迎を受け、1822年には その地で彼は、ロンドン音楽アカデミー、後のロイヤルアカデミーの栄誉ある院に認められる。その年の終わりに彼は日記に、イングランドに、ますます強い愛着を覚えるようになってきていると、書き記している。モシェレスは、ヨーロッパ中のほとんどの大都市を行き尽くしていたが、1822年に、初めて、ロンドンを訪れた際に、クレメンティア・クラーマーと固い友情の絆を結んだ。 モシエレスはまた、クレメンティの弟子でもあった。しかしながら、モシエレスは1824年に、アブラハム・メンデルスゾーンより、彼の子供であるフェリックスと、ファニーにレッスンをしてほしいと壊れ、その頼みを承諾して、ベルリンに向かった。彼らに出会った、最後モシエレスのコメントは、以下のようであった。その2週間後には、彼は次のように記している。 こうして始まった極めて親密な付き合いは、メンデルスゾーンが1847年に没するまで続いた。メンデルスゾーンが1829年に初めてロンドンを訪問するきっかけとなったのもモシェレスであった。メンデルスゾーンがフェリックスの現地での世話をモシェレスに頼んでおり、モシェレスも抜かりなく準備を整えた。ロンドンにおいてモシェレスは、 波の有名演奏家やロスチャイルド家の夜会音楽監督などではなく、ジョージ・スマートとロイヤル・フィル・ハーモニック協会の掛け替えのない助言者となっていた。そこで彼は演奏旅行中に出会った欧州の才能ある音楽家たちを彼らにこもしていた。1825年にスマート自身が協会にふさわしい新しい音楽と音楽家を求めてヨーロッパをめぐった折には、モシェレスは 連絡先と推薦状を一覧にして彼に渡しており、その中にはベートーベンやメンデルスゾーンも含まれていた。プラハではモシェレスの兄弟がスマートの案内役となった。スマートはベルリンを訪れた際にメンデルスゾーン家のフェリックスとファニーに感銘を受けており、これがついにはメンデルスゾーンが招待され教会で指揮をする1829年の放映につながる。 1827年、モシェレスはフィルハーモニー協会と衰えゆく、ベートーベンとを結ぶ活動をしていた。彼は病に伏せるベートーベンに、緊急の資金援助を行うため、協会に談判する中に加わった。その見返りとして、ベートーベンは、公共曲第10番を、協会のために作曲する旨提案したが、それはついに叶わなかった。 メンデルスゾーンが1829年からその死に至るまでイギリスで大いに成功を勝ち得たことには友人であるモシェレスが大きく影響している。モシェレスは当時音楽教師として引っ張りだこであり、その生徒の中には富裕層や貴族の子女が数多く含まれていた。彼はまたアルバート王子のピアニストとなり、これは割のいい仕事であると同時に、 彼の社会的地位を決定づけるものだった。モシエレスは、ベートーベンの音楽を生涯にわたって、人々に紹介し続け、そのために、ベートーベンの楽曲による多くの演奏会を開いた。1832年には、ベートーベンのミサ・ソレムニスのロンドン初演を指揮し、また英会シンドラーチョのベートーベンの伝記を英訳するなどした。彼は、ピアノリサイタル、 ピアノ曲のみで行われる演奏会を最初期に行った人物でもある。誰が最初に行ったかということに関しては、フランツリストとモシレスの間で小説がある。ハープシコードをソロリサイタル用の楽器として再び取り入れたのもモシレスである。また彼はロンドンを含む各地でしばしばメンデルスゾーンと共演しており、バッハの複数の鍵盤楽器による競争曲を好んで演奏した。 そのような演奏会において、モシェレスとメンデルスゾーンは、カデンツァの即興演奏の妙を競い合っており、そのことが、また活采を浴びていた。三つのハーアップシコードのための競奏曲は、ある時は、ジギスモンとタールベルクを、またある時は、クララ・シューマンを、第三奏者に迎えて行われた。モシェレスは、指揮者として登場することもしばしばあったが、それは主に、 ベートーベンの楽曲の場合であった。さらに、モシェレスは1833年に、ウェーバーのプレチオーザによる、競争的、大自重奏曲作品87ビット、二大ピアノ、もしくは二大ピアノと還元楽のためのを、メンデルスゾーンと共作し、同年5月1日に、ロンドンで初演している。モシェレスはこの期間を通じて、作曲と演奏旅行を続けていたが、 収入面では音楽教師の仕事に大きく依存しており、これが彼にとってかなりのストレスとなった。そのため、1843年にライプツィヒ音楽院を設立したメンデルスゾーンは、友人である彼をそこでの講師として熱心に勧誘し、演奏活動と作曲に十分な時間の確保を約束した。モシェレスは喜んでこの申し出を引き受け、 1847年のメンデルスゾーンの死後は音楽院の長となっている。音楽院は事実上メンデルスゾーンの音楽遺産を祀るための遺跡となっていた。1859年から1863年にかけてライプチヒ音楽院でモシレスから学んだ批評家でピアニストのエドワード・ダンロイターは後にこう記している。そういう具合だったので、 リヒャルト・ワーグナーがメンデルス・ゾーンとマイア・ベーヤを悪名高い彼の著作出すジュダントム、インデア・ムージック、音楽界のユダヤ人たちの中で口汚く攻撃した、モシェレスは反撃の機種となった。彼は、ワーグナーの著作の編集者であるブレンデルに、大使音楽院の表員の職を辞すように要求した。モシェレスは、メンデルス・ゾーンと同じく、バッハからベートーベンの時代で、音楽は、 黄金期に達してしまったと信じていたため、ワーグナーやリスト、エクトルベルリオーズが示そうとしていた、新たな音楽の方向性には、会議的であった。ただし、必ずしも、敵対的であったわけではない。にもかかわらず、彼の誠意ある個人的な関係は、これら全ての人々、ワーグナーは入っていなかっただろうが、との間でも、変わることはなかった。イギリスにおける、メンデルスゾーンの面影といえば、 ライプツィヒ音楽院がイギリス人音楽家の間から高い評価を受けていたことと、またモシェレスの時代に音楽院で学んだ学生の中にアーサー・リヴァンとチャールズ・ビリアーズ・スタンフォードがいたことであった。モシェレスは最後にライプツィヒゲバント・ハウス管弦楽団のリハーサルに立ち会って9日後、1870年3月10日にライプツィヒで没した。モシェレスの弟子には、 フェリックス・メンデルス・ゾーン、ズデニエク・フィビフ、タール・ベルクラがいる。モシェレスの作品は、作品番号で142を数え、中にはまとまった数の公共的作品がある。それらは、序曲や公共曲ではなく、すべてがピアノと還元楽のために書かれたものである。8つのピアノ競争曲、そのうち最後の作品は、断片の形で見られるのみであり。 オーケストラフは現存していないと民謡に基づく変奏曲や幻想曲が数曲である。ピアノ競争曲第4番の修学賞の主要主題はブリティッシュ・グレナディアーズから取られている。この10年ほどでモシェレスやその同時代の作曲家たちに再び脚光が当たり始めており、特に小規模の独立レーベルによる録音によって、 多くのモシレス作品が CD の形で手に入るようになってている。ピアノ競奏曲とピアノと還元楽のための幻想曲の全集はハワード・シェリーの引きぶりタスマニア交響楽団の演奏のものがハイペリオンレコードより発売されている。同レーベルからはピアーズレーン演奏のピアノ練習曲全集もリリースされている。イアン・ホブソンもまた最初の6曲の変奏曲を録音しており、 その中にはシェリーが録音しなかった2曲も含まれている。1839年にフランソワ・ジョゼフ・フェティスと共に、親しい作曲家に練習曲の作曲を依頼し、ピアノ教本、メトードのメトードにまとめた。モシェレス自作の2曲のほか、現在でも有名な作曲家の作品としては、以下のものがある。この他に、以下の作曲家による作品が含まれる。現在では、 24の練習曲作品70が実用的な練習曲として広まっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。